時刻は10時30分を回りました皆さんこんにちは池田由美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週も皆さんお聞きいただきましたありがとうございますこの番組は面白いよ形にの ai プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ企業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしていますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美ですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしたいと思っております 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問を募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m 7 9 7 f m g i n o 1 c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスですとか、リスナジオですね。こちらでも配信しております。fmguino-1 を検索してぜひ聞いてみてくださいね。 ぜひツイキケスからはコメントもお待ちしております。どんどん募集しております。メールはこの下に出てると思いますので、ぜひこちらご覧ください。はい。12月になりました。という間ですね。今年ももう終わりになっちゃいました。もうね、あと1ヶ月ないんですよ。皆さん何やります <laughs> 私はですね、この間11月の終わりにですね、あのー、皆さんにお知らせしていたんですが、沖縄にお伺いして、えー、もう今年最後の沖縄訪問になったわけなんですけれども、28日に、あじゃあ29日、11月29日に那覇航空を着いたんですが、 なんとね、あの、空港着いたら、タンクトップの方とか、半袖とか、下流紙の方がいっぱいいらっしゃって、私、東京から行ったんですけど、まあ、沖縄暖かいだろうなぁとは思って、薄手のコートにはしたんですが、コート着てマフラーしてるの私だけだったんですよ。しかも、あのー、 その後の講座とかねタイツ履いてたらタイツ履いてるのも私だけでちょっとすごいね沖縄のファッション間違ったなぁと思いました <laughs> 沖縄やっぱりね冬もあったかいんだなぁとだいた大体20その時で12度だったんですかね、うん、お部屋の中はホテル着いたらあのエアコンの設定が冷房になってたので やっぱりちょっと違う世界だなと思いました。<laughs> はい。そんな沖縄の今日のお天気はいかがでしょうか今日は私は、えー、地元の埼玉県草加市からお届けさせていただいてます。今日はポカポカ陽気なんですね。 えー、今年一年皆さんはどんな一年だったでしょうか私はですね本当にいろんなお出会いがあってもう感謝でしかない一年になりました、えー、特にですねこの F ・ m のワンさんのご縁をいただきまして10月からこの番組を担当させていただいて早2ヶ月が経ちましたまだまだちょっと不慣れなところがあるんですけども皆さんに、えー ね、多くの方たちに見守られてそして応援をいただいて、えー、やってこれております、えー、私の大切なビジネスパーソンたちにもここにぜひ登場してもらって皆さんが、えー、より豊かな生活そして人生ビジネスそれぞれがですねアゲアゲになるようなそんな時間にしていきたいと思いますのでどうぞこれからもよろしくお願いいたします。 えー、今年はですねこの FM 犬のワンさんのご縁っていうのが本当に大きかったなと思ったのが一つでそうなる前に、まあ、沖縄でかねてから希望してました私のセミナーを開催することができて、えー、それを応援してくださるチームも今できつつありますのでえー、っと今年あ年明け 1>, は1月、2月、3月と続けてお伺いすることになりましたので、えー、ぜひですね、皆さんも会場の方にお越しいただければと思います。そしてまあ 出会いがあればお別れもあるわけなんですけども私にとってはですね今年一番つらかったことが、えー、今年の2月にもう愛してやまない、えー、愛犬のチワワのハッピーくんがお空に行ってしまったことなんですよね15歳7ヶ月の県政を全うしてくれて、えー、ずっとそばにいてくれた子がお、えー、星様になってしまいましたでもなんか最後まで一緒にいれたの良かったなとは思ったんですが まあその後のペットロスがですね、うんまあ、私もそうなんですけど、まあ、私の留守中いつもハッピー君を預かっててくれた両親のペットロスがひどくてですねもう特に母が打ちひしがれてたんですがちょっとそろそろ2代目をどこかもらおうか探そうかなんていうふうふに前向きに変わってきてたんですよね。まあ、そうなるとやっぱりねご縁ってあるもんですね。 なんとこの間私が沖縄に行ってる間1月30日に2代目ちゃんが来てくれるようになりまして今度は白い、えー、2ヶ月のーピーチちゃんというお名前にしましたけれどももうおてんばなもうおてんば娘がね、えー、来ました。 またこの子と大切にね、えー、家族として一緒にやっていけたらなと思います。そんなコーナーでいろいろありましたけど、えー、今年一年振り返るとすごくいい一年だったなというふうに思ってます。まあ、まだまだ終わってませんのでね、最後まで全力でいきたいと思います。さあ、今日もですね、えー、とっても素敵なゲストの方をお招きしております。もうね、私がね、えー、ハッピーくんと同じぐらい愛してやまない。<laughs> はい、アセンティーバーの方をご紹介させていただきますねえー、今日は福岡からご参加いただいておりますえー、伊勢牧子さんでーすイエーイおはようございます、よろしくお願いします伊勢さん、今日はご参加いただきましてありがとうございますお聞きいただきありがとうございますはい、ではですね、えー、簡単にまずご自身の自己紹介をお願いしますありがとうございます はじめまして福岡でフリーライターをしております伊勢と申しますはいフリーライターといってもですねもう腕前は本当プロフェッショナルですからね私のプロフィールも書いていただいたりもしておりますねはい伊勢さんとの出会いはうんと伊勢さんが大好きな、えー、台湾がね 大好きですね,ねその。台湾の方、うんね、共通の知人の台湾の方からご紹介いただいて、うん、伊勢さんと、まあ、オンラインでお話しさせていただいたのがきっかけで。そうですねあれでもいつ頃ですかねまだ2年。二千二十年。ね、二、ね、年ぐらいですもんね。そう。 1>, 1年ちょっといや、るねうん、でももうそこからすごい濃いなんかお付き合いをさせていただいております。はい、あの、伊勢さんのぜひですね、えーはい、やってらっしゃるお仕事についてもお伺いしたいと思うんですけれども、はい、どんなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。はい 私はですね、えー、とライターで、えーと、主に企業さんや個人事業主さんのホームページのライティング、うん、それから今年から、えー、人柄と思いで選ばれたいという方に向けて、オンライン栄養名詞というオリジナルのサービスを提供しております、うんいや。なんか気になるキーワードがいっぱい出てきましたけれども。<あ> <laughs> まずはねその方の企業,あきあ企業向けの最初におっしゃってたのは何とおっしゃったんですか企業さんとか個人事業主さんのホームページのライティングです。ねえー、ホームページのライティングってやっぱりいろんな方たちに見てもらわなければいけないのでやっぱり気使われるところもあると思うんですけども、はい普段意識して書いてらっしゃることはどうなってんな点ですか、はい、私はですね、もうとにかくあの 私の文章で、えー、共感してくださったお客様を呼んで有料顧客になっていただくっていうのをゴールにしていますので、うんえー、その依頼をしてくださった経営者の方の思いとか人柄を中心に書くようにしています。なるほど経営者の方の方思いとか あ人柄ってなかなか文章でつか伝わりにくい部分もあると思うんですけども伊勢さんならではのなんか魔法があるんですよね。<laughs> <laughs> 魔法はないんですけれど、私はあの書くよりも聞く方が好きなので、2時間のヒアリングの中で、その経営者さんの生い立ちとか経験されたことっていうのを細かく細かくお伺いしていくんですね。うんうん、で、1時間半過ぎた頃になると、その方の生きてきた道とかビジネスに対する思いとかがこう一本の道となって見えてくるので、それを言葉に紡いでいます。 すごいですね <laughs> 一本の道のように見えるねで今ねとっても素敵な表現だなと思ったのがその思いを紡いでますとおっしゃったのがねとっても素敵だなっていうふうに思いましたうんあの伊勢さんのそのヒアリング力ってすごいですよね私もプロフィール書いていただいた時にいろいろお話を聞いていただいたんですけどすごい的確で <laughs> うん、こちらが話しやすいように導いてくださるので、すごいなっていうふうに思いました。で、あとはあの A4 の名刺っていうのもね、はい、新しくされるということですよね。はいサイズ。はい。これはどんなものでしょうか、はい。はい、もともと紙ベースで考えていたサービスなんですけれども、コロナがあのー コロナ禍にですね、なかなか人との対面が叶わなくなってきたので、うん、だったらオンラインで人柄を伝えるツールがあればいいんじゃないかっていうことで、PDF 裏表、PDF2 枚の、うんえー、大きな名詞で、表面はその方のお人柄とか、なぜその仕事をしているのか、そして裏面にはその方がされている仕事の全体像と、その名詞を渡したい、た 一人の人に向けての USB を3部構成でお作りしています。へ っていうとかなりね、うん、えー、大きいサイズにもなってくるんですけど、うん、インパクトありますよね、はい、そういうのでいただく、ね、そうですね基本的にはあのスマートフォンでやり取りすることを想定して縦型の P D F なんですけれど、はい、印刷にかけてもらうと平4で大きなメースとしてお使いいただけるデザインになっています、うん、すごいですねデザインも全部やるんですか、うん、デザインはですねもう一人あの担当してくださる方がいて二人三脚でやっております。うん 新しい商品がじゃあコロナ禍で生み出されたっていう感じなんですかねそうですね紙ベースだったものがやっぱりオンライン化が進んだことによって、うん、あの新しい着想を得て生まれた商品だと思いますうん素晴らしいですねありがとうございますもう常に常に前に前に行ってる感じがしてね <laughs> 伊勢ちゃんもう本当大好きなんですよねじゃあなんで牧子、えー、さんがそのお仕事ライティングのお仕事なんでしてるんですかね えと実は私は、はい、あの前職が公立高校の国語の先生でして、うん、まあ14年勤めて長男を出産した後育児休暇中に退職しました、うん、で退職してからも何か仕事はしたかったので当時流行っていた資格を取って、えー、自宅で開業したんですね、はい、でその時に集客の主力だったのがアメブロっていうブログだったんですけれどうん、うん まあ自分がこう開業していろんな方のブログを見てそしてその方のビジネスの実態を見ている中でブログの言葉が上手だと集客もうまくいっていて思いはあるんだけれどブログがあんまり書けてないと集客もやっぱりうまくいってなくてっていう状態を目の当たりにした時に あ私は言葉だったら後者の,の方のお力になれると思って今の仕事を始めて4年目になななりますすするほどででねねそうなんですよ、ね、思いはあってもその表現が、ね、あ,のあんまりやっぱ得意でない方もいらっしゃいますからねそれを代わって伝えてくれる言葉にしてくれるってすごい能力ですよね。 とってもやりがいを持ってやってますし、あの思いのない経営者って基本的にはいないので、はい、ない、まあ。あとはもう言葉さえあればっていうところで、うん、毎日仕事しています。なるほど。もう言葉の魔術師。ね。あとはね、伊勢さんの書いてくださる文章ってすごい性格なんですよね。あ、そうですか。うん。ま、的確、うん、なのと、あ、なんだっけ、テニオ派がすごい。 あの性格だなっていうのは感じますねそうですね、いかなる時もクライアントさんにご依頼いただいた文章は、はい、普通、まあ、ワードで打つと横書きなんですけど、縦、はい、書きにしてみたりとか出力してみたりとか、うん、あと、声に出して読んだりとか、うん、何度も何度も遂行していて今おっしゃった手におハは,はかなりか修正を加える部分でもありますねなるほどですね。 もう私の書いた文章はみんな直してほしい。<laughs> <laughs> <laughs> ねはいあのー、そんなね伊勢真紀子さんもこのリファーラルマーケティングっていうのを、まあ、実践もされていらっしゃるんですけども、はい、あのー、学ばれてねより深く学ばれて、えー、さらに実践してみての何か変化ってありましたかもう変化はもう 数多くあったんですけれどもつい先日私がモリファーラルって本 <laughs> 本当にいいなと思ったお話をさせていただいてもいいですはいぜひぜひ聞かせてくださいもうあのつい数日前のことなんですけれども、はい、先ほどお話ししたオンライン栄養名刺という私のサービスを使ってですね1ヶ月で103件のリファーラルをいただきそれが380万の売り上げにつながったお客様がいらっしゃったんですねすごいですね103件 1>, 1ヶ月ですよえー、えー でまあ、それはどうやってやったかって言ったらあのお作りした名刺を、まあ、あの何人かに渡して、はい、そしたらその何人かがさらにその先に渡してくださって検査、うん、として103件ってもうまさしくリファーラルマーケティングを体現したようなお話で。はい これはすごいなと思って、うん、初めはですねその方の話を私が聞いて私のクライアントさんにお伝えしようと思ったんですけど、はい、もうやっぱりご本人のお話が一番影響、うんね、あの力があると思ったので、うん、すいませんけどシェア会してもらっていいですかっていうことでその方の体験談としてですねあそ,うですその方の活用事例をシェアする会をあの開催しました。はい、ただまだま 始めたばかりのサービスなので、はい、オープンにはしてないで社会はうちうちでやってたんですねプ、はい、ロが、はい、あのこういうのやるんですけどって言ったらこれまた私の素敵な仲間たちが、はい、さらに素敵な方たちを呼んできてくださって、はい、当日は50人近く お越しくださったんですよ。ええ、すごいですね。だからもうね、知り合いの知り合いなので、私の直接の知り合いではない方も多くお見えになって、これも一つのリファーラル、ね、そうですよ。ですよね。紹介が紹介を人を呼んできてくださって繋いでくださるってことですもんね。はい。 たった30分の試合会だったんですけれども、はい、そこでもリファーラルが交わ,わされて、うん、私だけでなく他の方もですねあの受注に至ったっていうことが後から分かって、はい、もう本当にこの人の紹介だからっていうのはとっても大きな力を持つんだなとあの改めて思ったところでした。 なるほど素晴らしいですね <laughs> もちろんそれは伊勢さんのライティングの力があってその栄養名詞っていうのが素晴らしいものになったのでその方が103件の紹介をもらえたっていうのもありますしでもその方も多分あの誰でもよかったわけじゃなくってその伊勢さんの文章を見てほしいな読んでほしいなっていう方にきっとね届けてくださってますよね。 そうですねその方も,もうあの僕は伊勢さんのファンなのでっておっしゃっていろんな方に私がお作りした名刺をお送りくださったりとかですね、はい、まあその先のフォローもしてくださったり、はい、で私自身もいろんなお客様のお話を2時間聞くと私自身がその方のファンになるんですよ。お互いこうなんかファンになるみたいなのが2時間で。 関係構築ができてる。そんなイメージがあります。はい。いやー、もうそれはなんかやっててワクワクしますね。そうですね。うん、本当にこのお仕事をやってて楽しいです。うん。なんか今お話聞いてても、そのこう、うん、お顔からも表情からもそれがすごくよくかる。<laughs> <laughs> うん、でもね。あの、うん、そんなお仕事大変な時ですけど、えー、あね。お忙しくなってますけども一番の休息というかえー。そ 伊勢さんののお気に入りの過ごし方は何ですかそうですかそうもともと私は台湾が大好きなので、うん、あの台湾旅行が何よりの休息だったんですけど、はい、今残念ながらここにね行けていないので、まあ、もっぱらの楽しみは毎晩のビールの晩酌です。<laughs> <laughs> <laughs> ねあの伊勢ちゃんというとビールねしかもデレモールとか、はい、台湾ビールとか、ね、<laughs> <laughs> あのちょうど昨日もこの番組のことでやり取りをしてた時に <laughs> 伊勢ちゃんにあのあ新しいわんこが来たんだっていうのを写真を送って見せた時に <laughs>、えー、新しいわんこまだ2ヶ月やから 750g って言ったら缶ビール2本分ですねって。<laughs> あなるほどやっぱりそういう <laughs> 感覚と思ってとても面白いなと思って <laughs> まう台湾は本当大好きでね何度も何度も行ってらっしゃっていつかは移住されるんですよねはい、はい、もう2029年には一人で大好きな台南っていうことに移住しようと思っています。 ね。遊びに来てください。もちろんです。もちろんです。はい、てますみませ <laughs> もうそれに向かって着々と計画をしていらっしゃる。うん、まあ、はい、そのライティングの仕事っていうのは、別に日本にいなくてもできることですしね。そうですね。もう台湾移住のために。うん、コロナの前からズームでヒアリングをして、パソコン一台で完結する仕事のやり方を。あの、構築していたので。うんうんうん まあ、準備は半分ぐらい終わったかなっていうところですね。もう、そういうところがすごいなと思って、本当 <laughs> 尊敬しちゃいます。<laughs> では、<laughs> 伊勢さんね、そんな素晴らしいライティングをされる伊勢さんなんですけれども、はい、どんな方を紹介してほしいですか。そうですね。私は、あの、志がある経営者の方を。 のお力にななりたいいと思っていますその中でも熱い思いがあるけれども、なかなかそれを人に言葉で伝えられないとお悩みの方。 うん、それから先ほどお話ししましたオンライン名刺に関しては差別化が難しい弁護士さんとか税理士さんとかいった修行の方を、うん、あのターゲットにしております、はい、で実際にオンライン名刺の方は修行の方からのお申し込みが大変多いし私としてもお役に立てるんじゃないかなと思っております。なるほどですねはい なかなか思いが伝えられない経営者の方や事業の方、ぜひですね、伊勢さんのスキルと知識、まあ、いろんなものをフル活用したものを使って、皆さんのその価値ですかね、皆さんが本来助けたい方たちに皆さんを知っていただくために、伊勢さんのお力を借りいただいたら、最も、ね、効果的じゃないかなというふうに思っております。 はいこんな素敵な伊勢真紀子さんでした。ぜひ皆さんライティングをお困りのときは、えーこね、アセンチブジャパンのホームページ、もしくはツイッター AI プランニングのおーホームページの方までお問い合わせください。えー、とっても素敵な伊勢真紀子さんでした。ありがとうございます。 えー、この伊勢さん、本当にね、私大好きなお友達の一人で、えー、今日この後、実はね、福岡にお伺いするので来、来週かな、お会いできたらいいなーってうう思っております。はい、では番組からのお知らせでございます。 ええー、十一月末に続きまして、アセンティブのワンデーセミナーイン沖縄第三弾が、えー、年明けもまた開催されることになりました。えー、一月十五日ですね。えー、午前中はリファーラルサクセスワンオンワンという。リファーラルマーケティングという。マーケティング手法、自分で紹介を生み出すためには。とか質の高い紹介をもらうためにはという基本の。きを学ぶ。えー、講座。そして午後から。 はディスク理論という行動スタイルのセミナーを行います。そしてその後はですね、もう恒例の懇親会、爆笑懇親会ございますね。もうその日は本当一日私はですね、沖縄の方たちと一緒に満喫しようと思っているセミナーでございます。場所はピーズスクエア裏添えになります。 こちらね、車、駐車場も広くありますので、ぜひ各地からもお越しいただけると思います。どうぞ紹介でビジネスをもさらに拡大したい方、そしてそのやり方が知りたい方、どういう人からどんな紹介をもらいたいのか、まだ明確じゃない方、紹介はとっても有効だなと思いながら、 まだまだ受け身でいらっしゃる方これをきちんと学ぶと自分で紹介を生み出すことができコントロールできるようになりますそんなメソッドを全力でお伝えしていきますのでぜひビーズスクエア浦添1月15日10時から開催いたしますのでお越しください はいではですね、今週も皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。お仕事中の方もいらっしゃいますでしょうし、お車で運転中の方もいらっしゃると思います。今週、今年1年の総まとめの週が始まったばっかりです。どうぞ皆さん、今週も元気で頑張ってください。また来週もお会いいたしましょう。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は池田恵美でした。いってらっしゃい。